毎度、徹子です。チャンネル登録をお願いします。中国が尿素の輸出を絞ったため、韓国ではディーゼルトラックで使う尿素水が足りなくなり、物流が止まる可能性が高まっています。過度な中国依存が原因なのですが、お隣さんは中国依存度が 80% 以上を超えている輸入品目が1850品目もあります。今回はたまたま尿素が問題になっただけみたいです。ニュースの詳細。中国の尿素輸出制限に触発された国内の尿素水品薄自体が国中を麻痺させている状況だ。1ヶ月で10倍以上の値上がりした価格も問題だが、最初から尿素を入手することができず、全国の貨物車200万台が足止めされている。貨物連帯のストの時よりも大きい国家経済の被害、1日3000億ウォン相当が予想されるという。1ヶ月後には在庫が底をつき、高速バス、建設装備、ゴミ車はもちろん、パトカー、軍トラックもオールストップする状況だ。政府は急いで国家安全保障会議まで開いたが、これといった妙案が見えない。当分の間、中国が輸出統制を解除する可能性は低く、代案であるロシア産の導入は早くても来年初めになる。周知のように、事態の原因は単純だ。今年に入って9月までの国内の尿素輸入量の 97% が中国産で、過度な中国依存が問題だった。地理的に近く、組み立て加工貿易協力が多い韓中関係だったからだと言える。しかし一度供給に支障が生じれば、代案がないのが輸入偏重のアキレス腱だ。単に要素数だけの問題でもない。国民の力の反無用議員室によると、今年1月の輸入品12586品目のうち、特定国家への依存度が 80% 以上の品目が 31.3%、 3941品目だった。特に中国依存度が 80% を超える品目はほぼ半分の1850品目に上っている。マグネシウムのインゴット 100%、 酸化タングステン 94.7%、 ネオジム永久磁石 86.2% など、各種産業素材の中国偏重は深刻な水準だとのことです。あかん。お隣さんは 80% 以上を特定の国に依存している輸入品目が全体の 31.3% あり、中国に 80% 以上依存しているものは全体の 15% に及びます。尿素水の供給を止められただけでこの騒ぎなので、中国はお隣さんを簡単に絞り上げることができます。お隣さんが中国に逆らうことはできないのかなって思います。今回の尿素不足は図らずもお隣さんの脆弱性が露呈したということです。お隣さんでは自国産業にとって重要な素材、原料、装備の調達について十分にリスク分散が行われているとは言い難く、隙があちこちにありそうです。2019年7月の日本の半導体素材の輸出管理強化によって、お隣さんの半導体業界が窮地に陥った際、ムン・ジェイン大統領は素材、原料、装備を国産化しようと、日本からの輸入品を国産化で賄おうとしたのですが、中国からの輸入品にまでは頭が回らなかったみたいです。原材料などの供給網は今のご時世では国家安全保障の問題として扱わなければなりません。米国はいち早くこの動きに対応し、半導体やバッテリーなどのグローバル供給網を再編しようとしています。素材、原料、装備の輸入先多角化と同時に、半導体素材のような重要戦略品目を適切に管理することで、外交、通商分野で武器にすることができます。やり方によっては武力で脅すよりも効果があるんじゃないかなって思います。ほんで、尿素水が枯渇して隣国国内の物流がストップするという話は他人事ではありません。原因はオーストラリア産石炭に対する中国の輸入禁止が招いたバタフライ効果であったと言えます。ことの発端は中国と米国の経済摩擦です。中国と米国、2つの大国が政治的、経済的に対立し、外交問題に発展します。米国や英国などと価値観を共有する豪州は米国に追従する形で
中国のファーウェイ製品に強い規制をかけ、5G ネットワーク参入を禁止しました。これに対して、中国は、豪州からの木材、牛肉、ワイン、銅、綿花、石炭などの輸入を制限して対抗しています。しかし、主要な石炭供給国である豪州から輸入制限したことによって、中国は電力不足に陥ってしまいます。運の悪いことに、豪州から輸入制限をして間もなく、中国国内の石炭生産拠点である山西省で豪雨が発生し、60カ所の炭鉱が操業停止に追い込まれています。暖房や発電、製鋼などに石炭を使っているので、石炭はエネルギー源として必要不可欠なものです。それを輸入制限するとか意味不明ですね。石炭はエネルギー源としてだけではなく、尿素の原料であるアンモニアの生産にも欠かせません。中国は石炭から尿素を抽出して輸出しています。そしてお隣さんはその尿素を中国から輸入しています。石炭不足から電力不足に悩まされた中国は、2021年10月15日から輸出貨物標識義務化制度を施行し、事実上尿素水に輸出制限をかけます。その結果、お隣さんがディーゼル車両用尿素の 97% が中国産に依存していたので、韓国では尿素水が品薄状態となってしまったんです。米中対立が巡り巡って、お隣さんの尿素水不足を招いたというオチです。第三国同士の争いで、ドバッチリを受けるって辛いですね。こちらがお隣さんの反応です。今からでも生産体制を整えましょう。残された手段はそれしかありません。これからも同じことが起こりうるので、二度と同じことを繰り返してはなりません。反日をしていなければ助けを求めることができたかもしれない。しかし、今は助けを求められない関係になってしまった。我が国の基礎産業がどれほど頑丈なものなのか、それを示す最も代表的な事例となるだろう。ムンジェインが経済に無頓着だという事実を知りながら、みんなが揃って支持した。現状は民意が反映された結果なのであって、まずは国民が当選させてしまったことを受け入れて反省しましょう。企業の採算が合わないから生産してこなかっただけで、別に国が尿素水の生産をやめさせたわけではない。政府に不満がある人間も多いようだけど、何でも全て政府が解決してくれるとでも思ったら大間違いです。特定の国に依存しすぎる産業システムは問題です。一部の国に頼っていた結果、後になって苦しめられたことが何度あっただろうか。同じ過ちを繰り返す人が多い。一体いつになったら学習するのですか。少なくとも基本物資は独自で生産しなければならない。一部の国に頼り切ることは本当に良くないと思う。フッ化水素の輸出規制に対しては、全国民が団結して不買するべきだと大騒ぎしたのに、今回はそのような声が全く聞こえてこないのはなぜですか。第2のフッ化水素ですね。主要な戦略物資の輸入と生産のバランスが管理されていないのは、明らかに政府の怠慢だ。以上が国民の反応です。尿素不足で止まるのは民間の輸送車だけではなく、軍用トラックも止まります。ディーゼルエンジンを搭載している軍用車両は多いと思うので、韓国軍は身動きが取れなくなります。北が攻め込むには最高の環境ですね。最後まで見てくれてありがとうございます。